ストレス解消法。ストレス解消法はですね、とにかく寝たいっていうのはまず一つあります。あともう一つはですね、私趣味が将棋で、観る将ではあるんですけれども、コロナになる前はですね、将棋祭りっていうのがよくデパート百貨店とかで行われていますので、そこに行ってサイン会に並んだりとか、対局姿を見るとかっていうのをしていました。決して藤井ブームに乗ったわけではありませんので、そこはご了承いただきたい、ご容赦いただきたいと思います。観る将はですね、やっぱりその対局姿ですね、どんなことを考えているんだとか、結構もう棋士によってもう様々なんですよね。考えている時もじっと見て、将棋盤を見つめているだけでの棋士もいますし、何かぼやきながら考えている棋士もいますし、手をなんか動かしながら、手で読みながらっていう棋士もいるので、それぞれのその癖っていうのがあるので、それを見るっていうのが非常に面白いです。こちらですね、こちらですね。こちらは棋士の先生のもう直筆のサインなんですけれども、時々その将棋祭りであるとか、あるイベントですね、に行くと先生たちがそのサイン色紙だったりとか扇子に直筆で書いていただくくれるっていうイベントがあるんですけども、そういう時に、一生懸命並んで、あとは抽選にも勝って扇子とかもらうっていうのは非常に楽しみです。一番大きなところで、そうですね、昭和から令和になるっていう時にイベントがあったんですけれども、その時には多分500人とかホテルの 1部屋ですね、貸し切ってやったりして、入場料がその時は1万5000とかだったんですね。それ私残念ながらの一番最低ラインのクラスのところでしかなかったんですけれども、もっと行くと多分3万4万の世界の、そうですね、ある種のアイドルですね、私の行っていることもサイン会に並んでるっていうのも、一種そのサイン会でサインを書いてもらっている間に一言二言喋る機会があるので、その時に今日この前の対局どうでしたねとか、この前のイベント面白かったですというような、一言二言喋るのが面白いっていう、ある種のアイドルと変わらないことをやっているかもしれません。